いやすごい。ここが、はい、今日はね、今あの水府学院に来てます。あの人生初のね、あの少年院で講話の方をね、今日はしたいと思います。なんか果たしてあの自分が届けられることがあるのかなと思ってたんですけど、あの先日の打ち合わせで、あのそうですね、あの、まあ、届けられることがね、あの翔さんにはあると思いますってお声をいただいたんで、じゃあそうですね、まあ僕なりになんか、あの自分は、ね、少年院入ったことないんですけど、まあそれでもやっぱりこう、もともとアスリートでやってきて、なんだろう、うん、俺にしか伝えられないことっていうのもあると思うから、こうスキーからこうラッパーをやってきて、なんつうんだろうね、まあそれをちょっとね、今日は、まあ、ここで話しちゃうとあれだから、その辺をね話していければなと思ってます。ちょっとあんま大声出せる感じじゃないんでね、ちょっとこんな感じで、はい、オープニングは静かめですけど、緊張感あるよね、やっぱりね、うん、19歳の日本代表選手であるスキーで活躍されていたということです。でスキーで怪我をされてから、まあ、音楽の道へ進まれて、ラッパーとして、これまで6枚のアルバムをリリースされているということでございます。その他、ラッパーとして以外でも YouTuber、それからアパレルブランドを立ち上げたりという方面でもやっています。いろんな雑誌の中で、現在の調査があることはどうしてかというようなところをお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、翔です。本名は横田翔平と言います。本名を知っている人いますか？お、いますね。ありがとうございます。皆様は、僕のことを最初何で知りました？ YouTube、それか薬物はやめろというフレーズ、もしくはラッパーとしてのフレーズ。YouTube ですか、それとも薬物剤の、あ、ラッパーとして失礼した、どれがいいですか。あ、ありがとうございます。じゃあまず本日は、今回ね、本当にこの場をまず設けさせていただき本当にありがとうございます。あの今こうして話してみると、皆さん本当にまっすぐな目をしてて、あのなんか今日ここにまず来れてよかったなと思ってます。僕の生まれは岐阜県高山市出身 で生まれた時、兄が2個上にいて、で僕は5歳までスキーをやってなくて、まあ、耳が悪かったので、兄が3歳とか4歳ぐらいからスキーを始めたんですけど、まあ、自分自身もね、本当3歳、4歳からスキーやりたかったんですけど、耳に中耳炎問題を抱えてたので、5歳から山に上がって、で高山っていう場所は、あの冬になると本当に雪が積もって、あの周り、本当に雪景色にすごいいい場所で、あの昔ながらの日本っていう場所ですね。で本当にこう雪山に囲まれて育って、で父の影響で山に上がって、スキーをね、やってました。で、あとは夏になると野球もやってました。この中で、スポーツやってる人はどれだけですか？あ、多いですね。じゃあ、この中で音楽やってる人は？あ、いるんですね。で、僕自身は、まあ、高山で生まれて、でスキーをやっていく中で、やっぱりあの小学校の時とかも、やっぱスキーで結果を残すためには、あの普通にやってるようでは勝てなかったので、あの父の本当にこの厳しい教えのもと、まあ、小さい時から海外遠征に行って、最初に行ったのがスウェーデンとかノルウェーとか、それ小学生から行ったんですけど、そんな環境でねやったんですが、あの僕が16歳の時に
父を癌で亡くしてしまって、で、まあ、高校生まで大した成績はなかったものの、まあ、本当にその日本のレースとかジュニアのレースなんかでは優勝するようなレベルはあったんですけど、まあ、日本代表に入るようなレベルはなかったんですけど、まあ、16歳の時に父を亡くして、その後、まあ、高校の寮に入ってたんですけど、で高校は僕岐阜第一高校っていう寮に入っていて、で、まあ、寮生活をしてたんですけど、ね、その父を失ったシーズンに、あの父がね、僕に唯一残してくれたものがスキーしかなかったんで、だから本当にその残してくれたもので俺は結果を残さなきゃいけないなと、なんかこうすごく強く心に誓った時期があって、でそのシーズンものすごい猛練習をして、でそのシーズンにジュニアの日本代表に入ることができて、で高校選抜優勝したり国体優勝したりはあるんですけど、でそんな中でやっぱり高校に入ると、あの、まあ、下宿生と寮生と分かれてて、ある程度裕福な家計は下宿に入るんですよね。下宿の方が家賃が高い。で寮は、まあ、岐阜第一高校の場合は学校の敷地内に寮があって、で今日あのここの水府学院に入って、僕は本当に高校の時のことをすごくさっき見学させていただいて思い出したんですけど、あのすごく似てるなと思いましたね。で高校の寮は学校の敷地内にあって、本当にこのただ建物が違うだけで、敷地内は同じ敷地内で、で一部屋に、まあ、5人とか6人とかで、お風呂はみんな同じお風呂で時間も分けて入るとか、でお風呂なんかもさっきあの拝見させていただいたんですけど、僕の高校の寮の方が風呂なんかも全然狭くて、はい、あの、まあ、少年院って意外とお風呂広いんだなって、はい、思いましたね。で今日はあの本当に僕の中であの伝えたいことはすごくあるんですけど、まずはあの意味のないことなんてあの一つもないと思ってますんで、あのまずこの少年院の中での生活っていうのは、やっぱり何時に起きて何時にご飯食べて、そして、まあ学習の時間があってとかスポーツの時間があってとかいろいろあると思うんですけど、その中でやっぱりその規律正しい生活をしていくと、まあ、当然あのなんか外出て遊びたいなとか、あの例えばね人間関係でうまくいかないなとか、そういう時もあると思うんですけど、まあ、それをねやっぱりこう我慢することってすごく大事だと思ってて、僕はでこの僕にとって今そのラッパーでやってますけど、やっぱり本当にこういいことだけじゃないんですよね。あのほとんど8割9割が、まあ、自分にとって我慢しなきゃいけないことがほとんどで、でそんな中でやっぱりやっていくってなった時に、やっぱりこの高校の時の寮生活、そして大学の時も寮だったんですけど、その寮生活で耐えてきたことっていうのはすごく生きてて、それを今皆様に置き換えると、今この場で生活されているこの少年の中で生活されている皆様のこの体験っていうのが、あの今後必ず社会に生きてくるなと、あの今日改めてここにさっきの見学させていただいて強く感じた部分でございます。なので本当になんだろう、こう例えばだけど元気が出ない時とかあると思うんですよね、ぶっちゃけ人間なんで。でもそんな時に、なんか今日俺が言ったこの言葉をちょっと思い出してほしいんですよね。 あのラッパーのショーは社会に出てからそう寮生活だったりとか、そういう厳しい環境の中でやってきたものが生きてるんだと。だからこの少年の中でのこの生活、嫌なことあった時も僕の言葉を思い出してもらって前に進む、まあ、もしくは前に進めなくても耐えること、こちらにも書いてますけど忍耐力の大切さについてって今日書いてるんですけど、まあ、今日このテーマで話そうと思ってるんで、まあ、この言葉も思い出して今後のね生活、そしてこの少年の生活に役立ててもらえればなと思います。はい、ここからはねリラックスしていきましょうか。はい、
こんなの求めてないですよね、皆さん。何聞きたいですか、皆様。でも今言った言葉っていうのは本当に僕が今感じたことで、今日話すことも決めては来てるんですが、でもやっぱり皆様の顔を見てしっかりこの目と目と向き合って何を話そうかなと、この場で今決めてます。それがやっぱ何よりも僕にとっては大事かなと思ってて、やっぱ生きた言葉を届けるっていうのはすごく大事なの でそこで関連してきますけど、伝えていきたいのがやっぱりその自分のしっかりこの感情だったり意見だったりとか持つっていうのはすごく大事だと僕は思ってて、やっぱり時にはノートを持っててもイエスと言わなきゃいけない時もあります。例えばなんで朝遅れたんだってなったら嫌って言いたくなる部分もある。そこはやっぱすいませんって言わなきゃいけないし、それは社会のルールの中で生きていく上においてやっぱりこう自分が決められた世界で生きていくためにはノーと思っていることでもイエスと思って進まなきゃいけないこともあります。でもそれはやっぱりこの人間として生きる以上はやっぱり今こう電気ついてますよね。電気これも社会のルールにのっとって電気代が払われて初めて電気がついてるんで、ルールに従って生きるってことは電気水道を使えるってことなの でルールに従わないってことはイコール電気水道を使わなくてもいいですよって人になってしまうので、だその辺はなんかすごくみんなにも綺麗事じゃなくて感じながら生活してほしいなと。だから風呂入る時もあの水あれただじゃないんですよね、あの水も。でやっぱアフリカなんかでは水を一杯飲むのにもすごく大変な思いをしてる世界もありますし、なのであの先ほどね見学した時もご飯なんかすごく美味しそうだなと思ったんですよね。朝昼晩のメニュー見たんですけど、あのご飯なんかもやっぱすごく当たり前じゃなくて、やっぱ世界では美味しいご飯を食べたくても食べれない、1日1食食べるか食べれるかどうか、1日パン1つ食べれるか食べれないかっていう生活の中で、あの世界の中で生活している人もいると思うんで、だから僕は本当に日頃大事にしているのはやっぱご飯食べる時とかも水飲む時とかもやっぱり感謝っていう言葉だったりとか、感謝って気持ちはやっぱ常に持ってやっています。なので皆さんもやっぱそういう気持ちっていうのは何歳になっても持っててほしいなと思いますし、僕もやっぱり日頃忘れがちなんですけど、やっぱここ日本で何でも揃いがちなので、でもやっぱそういう原点というか感謝の気持ちっていうのはもう死ぬまでですね持って歩んでいきたいなと思ってます。あまりにも皆さんすごい真剣な眼差しで話を聞いてくれるんで、前置きは10分ぐらいしたかったんですけど、もう13分経ちましたね。じゃあここで1曲、はい、さっき話したんですけど、逆境だったりとか耐えなきゃいけない状況の中で頑張らなきゃいけない。で僕の場合は若い時に父を亡くしたけど、父を亡くした状況で残された母を助けなきゃいけない、そういう状況の中で作った曲が1曲あります。で今から歌う曲は僕がデビューした2007年のリード曲になります。で2007年なんで今からもう13年前ですよね、14年前か経ちますけど、それでも今ね未だに大事に歌ってます。それではネバーギブアップ聞いてください。そう何回も何回も頭の中蘇る言葉はリアルのまま、親父の愛を時を超え感じたのかな。ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、希望へ夢を与えた母の夢は俺の夢、家族に笑顔を取り戻そう、きっともう光はしっかり見える、舞い降りた神はまさに俺をトゥモローへと導く花に。 Never give up,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  Never give up。 ありがとうございました。
まあ、あとね、あとでもう一曲歌いたいと思うんですけど、で僕が次スキーからラッパーに転向した理由なんですけど、まあ、日本代表になってプレーをしててやってきて、で日本のその日本と韓国の試合がありました。アジア大会という試合とかもあって、でその試合なんかも入賞するぐらいになってて、で次はやっぱり僕のアルペンスキーをやってた時に目標がオリンピックの金メダルが目標だったんですよね。なんですけど、やっていく中において、まずワールドカップ選考というものがあって、スキーには日本のコンチネンタルカップっていうレースがあって、そこで優勝するとワールドカップの出場権を得ることができたんですね。で僕途中まではね1位をキープしてたんですけど、最後の方のレースで、まあ、コースアウトしてしまい、ワールドカップの権利を、失うっていう状況で、まあ、その辺のレベルでやってたんです。であと少しでまあワールドカップに出れるみたいな状況の中で日本代表でプレーをしてたんですが、あのヨーロッパ遠征オーストリアの山に上がった時期があって、でその練習中に、大怪我をしてしまって、股関節の脱臼をしてしまって、で、まあ、ヨーロッパの山だったんでね、あの標高登山電車で上がるような山だったんで、そこからだともう病院まで行く手段がなくて、もう山にヘリコプター来てもらって、で麻酔をでっかい麻酔ケツにドーン打たれて、で全身麻酔打たれて、そのまま病院のベッドに行って、気づいたら、まあ、足がね、あの脱臼なんで、ここにある骨が外れてこう上に乗っかってる状態だったんですね。で、まあ、病院に行って目が覚めた瞬間に足が戻ってたんですけど、まあ、2週間3週間待ってみて、まあ、絵師になったら足切断ですねって言われた状況だったんですけど、まあ、絵師にはならずに、まあ、なんとかね、あの足は今ついてる状態なんですけど、やはり左足の方がまだ2センチ細い状況でね、ふくらはぎとかも、まあ、あの後遺症っていうのは残ってます。でそんな中で、まあ、リハビリをしてね、まあ、それでも僕の目標は諦めたくなかったんで、リハビリをして復帰はしたし、次 の, あの日本の、ね、レースなんかでも優勝はしてたりしてたんですけど、経済的な理由により、そしてまたね、残された母を、ね、幸せにしなきゃいけないということで、やはり僕自身がね、稼がなきゃいけないという状況になってたので、このままスキーをやってても、まあ、僕の中では厳しいなと見切りをつけて落下になりました。でスキーはね、父の影響もあったし、本当に今考えると、まあ、僕に残された残してくれて大切なものなんで、まあ、今もね、年に1回2回は原点を思い出す意味でも雪山に上がってスキーはしてるんですけど、で皆さんはね、多分ヤクブーツアイムのを皆さんも知ってると思うんで、いきなりヤクブーツアイムの人だって形でしか知らないと思うんですけど、まあ、そういうことがありました。でその後にラッパーになろうとしても、いきなりラッパーになれるわけじゃなくて、で最初は洋服屋でアルバイトをしながら、朝から晩まで働いて、その後お金を貯めてスタジオに行ってレコーディングをして、でライブの時もいきなりステージに立てるわけじゃなくて、クラブに営業に行ってオーガナイザーに挨拶をして、でステージに立つためにはじゃあ、ね、チケット何枚売って、じゃお客様に頭を下げてっていうのを下積みをずっとやってきて、でその中でずっと売れなかったんですよね。もう今出した曲2007年の曲で、最近になってようやく13年前に出した曲も広がるようになってきてはいるんですけど、やはりこうやり続けて2005年ぐらいから始めたんですけど、まあ、2014年ぐらいまではほぼ無名で、まあ、1年のうちね、曲は本当にもう20曲30曲は作ってきたんですけど、まあ、売れない状況 でやっぱり僕もバックボーンっていうのはやっぱりアルペンスキーでもある程度注目されるところまで来てたので、やっぱもどかしい年がね、月がすごく続いて、でそんな中でね、やっぱ僕の精神を支えてくれたのは、やっぱりその、まあ、父がね、残してくれた言葉でもあるんですけど、男は我慢っていう言葉を僕は父がね、僕に残してくれた言葉で、やっぱ1年、2年、3年やっても芽が出なくても、やっぱり我慢してやっていくってことが、必ず
結果に結びつくと信じてもうやるしかないし、ラッパーとして成功するんだって決めた以上はどんだけ曲が売れなくてもやり続けるというその精神でやってきて、でとある瞬間この社会の状況とかいろいろ変わる状況の中で、あの僕の友達がね、一時期日本でゴーホハーブ、タッポハーブっていうのが流行ったのを皆さんご存知だと思うんですけど、あのじゃあ合法だからいいって言ってみんなやったけど、でも結局は体に良くない、結局はおかしくなった友達もたくさんいて、多分ニュースでも皆さん見たことあると思うんですよ、合法ハーブ、タッポハーブの件で。で僕もそれを見てて、でその時に海外のラッパーが I'm a love you the coco っていう曲がすごく出てたんですよね。要はそのコカインを煽るような曲なんですけど、で僕は日本でもともとアスリートだし、じゃあ俺がラッパーでどうやるかできるのかって考えたんですよ。その時に真逆の発想で薬ブーツはやめろっていう曲が生まれたんですよね。だから本当に真逆なんですよ、ね、でもそれはやり続けてきたからこそ、やり続けてきたからこそ出てきたアイデアだし、そのタイミングでその曲を出したっていう、でそれが一気に社会で広がって僕を知るきっかけになったっていうことなんですね。なんですけど僕が本当に伝えたいのは、今一曲目に歌った Never Give Up だったりとか、まあ、この後歌う曲もそうなんですけど、やっぱり本気で曲を作ってきて、売れない時期も作ってきた曲がようやく一曲広がったことによって広げられる状況になってきてるんで、あの皆様には本当にこう諦めない気持ちっていうのは大事にしてほしいなと思ってます、うん、僕は本当に10年目にしてようやくちょっと広がって、で今でも結局じゃあ世界的なスターがそうじゃないので、あの僕の目標っていうのはグラミー賞だし、あの日本の頂点とかではなく、やっぱりあくまでもスキーやってた時にオリンピックで金メダルっていうのが目標だったので、ラッパーになっても世界の頂点であって、まあ、39のねいいおっさんなんですけどね、あのもう本当に今でも挑戦し続けて、あの、まあ、死ぬまでですね、あのジムとの戦いだと僕は思ってますので、本気であのそういう気持ちでやっていきたいと思ってます。やっぱりこう社会に出てやっていくと思うようにいかないことがほとんどなんですよ、まあ、もちろんうまくいくこともあるんですけど、例えば会社に就職します、じゃああの上司ちょっときついな、嫌だなとか、だもうちょっとこうしてほしいなとか、いろいろあると思うんですよね。で僕見ててやっぱりこう脱線していく人たち、こう社会に出てから脱線していく人たちっていうのは忍耐がないんですよね。あとちょっと頑張ってたらよかったのに、その耐えられる気持ちがないからもったいないことをする人がすごく多いなと思ってて、だからラップにしてもそうなんですけど、僕がやってきたラップでも僕よりも才能ある人なんてもうほとんどです。僕は誰よりもラップの最初は下手くそで一番バカにされました。だっていきなりスキーヤーからラッパーになるって言ってなれるわけもないじゃないですか。でも何も知らずにがむしゃらにやれば当然誰からも教わってないんで、何あいつのラップはめちゃめちゃ下手くそじゃん、お前のラップなんてダサいよって言われまくりました。本当に、しかもこの今ネット社会なのでみんな携帯でさ言いたい放題じゃないですか。だから本当に悔しい思いしてきました。だけど僕はやっぱ常にそのネバーギブアップって今の曲でもあるようにそういう気持ちを心に持ってたから、じゃあ次の曲はもう少しいい曲出そう、もっといい曲出そうって頑張れたんですけど、やっぱり忍耐力とかすぐ諦めてしまうといくら才能があっても結局開花しないんですよね。だから当時10年前一緒に同じステージに立ってた人間で今続けてる人間っていうのは本当に10人いたら2人とか1人とかしかいないです。だから100人いたラッパーが今僕と同い年で続けてるラッパーっていうのは本当に2人とか3人とか 2% 3% です。でもそれを決めるのっていうのはやっぱりその最終的な気持ちなんだなっていう、で先ほども言いましたけど僕より上手いラッパーなんてたくさんいますんで、でもやっぱりそれ以上に僕が大事だなと思うのはやっぱ続けることが一番僕は大事だと思ってます。なので、
まあ、最初の、ね、話に戻りますけど、皆様が今この少年院の中で生活してるじゃないですか。これってもちろん入りたくてここに入ってる人は少ないと思います。本当にだし、あの更生しなきゃいけないと思ってますし、なんだけどここの経験っていうのはものすごく社会に出たから生きると思うんですよ。なぜならば、じゃあ今外にいる人たちはこの経験できないんですよ。ってことはですよ、それって社会に出てからすごく強みなんですよね。出世もやっぱり忍耐力がある人の方が出世しやすいです。そうですね、嫌なことあって上司に、いやなんでこんなことしなきゃいけない、俺もやってられないんだという人出世しないじゃないですか。その中でも自分の気持ちを押し殺して、はい分かりました、じゃあ明日は気をつけますと、明日はじゃあもっとうまくできるようになりますと。それって人間って自分に、例えば褒められたらいい気持ちしますよね。でも自分にとって不利なこと言われた時って人間って反発するんですよ。いや俺はこうだからって。でもそこでグッとこらえて、自分の目標は何なのか、自分がここに勤めてるのは何なのか、自分がじゃあここにいるのは何なのか考えるんですよ。そうすると今の気持ちを押し殺してその先を見据えるんですよね。そうすることによっていい方向に物事が進んだりすると思うんですよね。うん、それはもちろんこの少年の今、ね、少年の皆様もそうかもしれないし、ここで指導する立場の人たちも多分その、そこの中で自問自答しながら何がいい方法なのかなって考えてやってると思うんですけど、でも最終的には今日はねこの一つのテーマでやってますけど、忍耐力っていうのは絶対大事になってくるん で、はい、で忍耐力を保つためには何が大事なのかって、そこ一番僕大事にしているところなんですけど、目標です。目標設定をしっかりしてると嫌なことがあっても、あでも俺はこのために頑張ってるんだなと。例えばですけど僕の場合はラッパーでグラミー賞を取るなっていう目標がドーンと一つあるので、じゃあ例えばラッパー、ショーのラッパー下手だよねとか、ショーのラッパー全然お客さん入ってないじゃんとか、まあ今はほぼないんですけど、そういうことがあっても、あでも俺はグラミー賞を取るためにやってるんだから、今のお客さんが例えば2人しかいなくても、じゃあ次のライブで4人にしよう、次のライブで10人にしようって頑張れるんですよ。でも目標設定がないと、例えば2人しか入ってない、あ俺やっぱセンスないからやめようってなっちゃうんですよね。だから何やる上においても、やっぱりこの一つ何かをするための目標っていうのを一つ設定すると、それに対して忍耐力っていうか我慢だったりとかできると思いますんで、まあ、目標をねあのしっかりこう定めるっていうのも大事だと思います。どうですか今日の講話、楽しいと思うでしょ。手を挙げます。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ今日の講話、少し自分にとってプラスになりそうって人は手を挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや感謝します。あの、まあ、プラスになるかマイナスになるかも分かんないんですけど、だけどこういう言葉もあったなって将来思い出してほしいんですよ。何か諦めそうになった時とか、何か誘惑に負けそうになった時に、あのラッパーのショーってやつがこういうこと言ってたよな、じゃあここでもうちょっとここは我慢してこうしようか、いい方向に持っていこうかとか、そういう考えるきっかけになってもらえればなと思ってますんで、はい。でもう一つですね、僕が大事にしているのはやっぱ自分を信じるってことですね。もちろんね、その人間なんでぐーたらする時期もあってもいいと思うんですよ。人間なんで。だし時にはね、なんかこういつも100点満点なんて不可能だと思うんですよ。それも機械じゃないし、心を持った人間なんで浮き沈みあると思うんですよ。絶対に、むしろ浮き沈みなくずっと平常心を保てるっていうことが難しいと思うんで、じゃあそれを分かった上でなるべく平常心を保ってやっていくっていう上において何が重要になってくるかというと、やっぱ自分自身を信じることが絶対大事だと思うんですよ。例えばですけど、
小さい時はお父さんやお母さんから育てられて、自分の浮き沈みがあっても、ご飯があります、帰ったらご飯あります、なんとか生きていく生活があります。でもじゃあもし親がいない状況を仮定した時に、会社を辞めます、じゃあ明日からどうやって食べていくんですかってなった時に、最終的には自分自身なんですよね。自分自身がじゃあ何をするか、じゃあ次すぐ仕事を見つけなきゃいけない、じゃあ仕事が見つからない、じゃあ何をしなきゃいけないのか、じゃあ生活保護を受けるのか、それとも あの人と僕がつながってるから、あの人に一回電話してみて、今この状況なんで仕事もらえないんですかって営業するのか。それも結局自分自身を信じてなければやめちゃうんですよね。あ、俺はもうダメだ、あ、俺もうやめちゃおう、そしたら人生を終わるわけなんですよね。だからこそ人生を諦めない、自分自身を信じてやっていくっていうのは強く生きるってことにもつながるん で、あとやっぱり今のこの世の中っていうのは思った以上に僕は結構冷酷な世界だと思ってます。これ冗談抜きに、あのね、皆さんいじめはダメだ、いじめはダメだ、いじめはダメだって言ってますけど、じゃこの世の中でじゃ今誰か失敗して、じゃ何か起こります、どうですか。みんなが一斉になってネットでディスしますよね、悪口言いますよね。結局やってることは実際の行動ではなくて、ネット上ではいじめ終わってないんですよね。それによって他界された方も去年もニュースになってましたけどいたし、でそういうのを見ると僕も本当にあのすごい悔しい気持ちになるんですけど、だからこそそれにそういうものがあるんだったらそれを止めることは僕にはできないけれど、そういうことがあった時にじゃあどういう気持ちになれば強く生きていくかなっていうのは皆様に伝えられるので、それは何でかというと僕もたくさんの人からネット上で批判を受けてでもやり続けてきたっていうのがありますんで、最終的には例えばですよ、究極の話すると親からもお前がダメだと見捨てられたとしますよね。すごくショックですよね、親からお前はダメだって言われて見捨てられた時は、お前なんて産まなきゃよかったなんて、で親だってそんなこと思ってないと思うんですよ。でも言われた時にすごくショック受けますよね。だけどそんな中でも自分自身を信じてる人は生きていくしかないんで、最終自分自身を信じてればなんとかなるんですよね、はい。なので今日はね、この言葉を皆さんに残していきたいですね。自分自身を信じる、はい。まあ、すごいちょっとあの単刀直入な話なんで、ちょっとあのストレートすぎるかもしれないんですけど、ぜひねこの言葉は絶対社会に出てから生きると思うんで、ぜひ心に留めておいてください。皆様言っていいですか？ OK です。 OK、 ありがとうございます。あ、やばい、話しすぎましたね。本当にすごいですね、あの皆さんの目線がまっすぐすぎて、あの今日本当に話に来れてよかったなと思います。本当にありがとうございます。じゃ2曲目は、まあ、そういう意味でも、ね、自分を信じる、突き進むっていう、ね、そういうメッセージを込めた曲です。ザ・スクリーン聴いてください。俺をバカにしてた奴らが恥をかくハーミニー、実はこれが本物のヒップホップライフ、死ぬ気づかかったスクーディオマイク、続いてのヒットスクーディー開いたサイト5年前、誰も認めたがらない、今じゃ認めざるを得ない、まるで前バッハの余生、何もないところから切れた可能性、現在物言わしたい、もう俺にこの俺に生きざるこだわり、ありがとうございました。
いや、いいですね。なんか体育館で歌うことってほぼないので、本当に嬉しいです。この中で今まで何かこう挑戦してて何か物事を諦めたことある人いますか？ありがとうございます。諦めた理由って皆様何ですか？経済的な理由、それか俺は無理だなと思ってその道を諦めた。じゃあまず1番、経済的な理由を辞めた人いますか？じゃあ自分自身に諦めた人いますか？なるほどですね。僕もちょうど昨日出した新曲が法政大学中退という曲を出したんですよ。こんなね、忍耐力の大切さについてなんか僕言ってますけど、僕もいろんなこと諦めてます。大学卒業できずに挫折しました。時にはやっぱりこう自分自身失敗してしまう時ってやっぱり諦めることも大事だと思うんですよ。でも僕が本気で伝えたいこの忍耐力っていうのはそこじゃなくて、人生において自分自身を諦めないってことを今日伝えたかったんですよ。すごく今こうして話してて思うように、多分教員の方たちも何かしら失敗してたりとか何かしら諦めてきてるんですよね。だから諦めることとか失敗することが悪いわけじゃなくて、一番ダメなのは人生を諦めることなんですよね。だから僕はどんなことがあっても、先ほどの話に戻っちゃいますけど、自分自身を信じる、そして大切な仲間とか親とか友達とかのことを思って強くね、人生を今後もね、皆さんにも歩んでいってもらいたいなと思います。早いですね。もう45分話そうと思ったらもう45分あっという間に経っちゃいましたね。ということで、まずね、じゃあ僕の今日の講話のね、ちょっと最終的な話になりますけど、最後ね、皆さんに伝えたいのは、至って世の中ってシンプルだと思います。ただ今いろんな情報があふれ返ってるんで、いろいろ本当に複雑になっていろんなこと考えていらない情報に左右されてしまっている人非常に多いんですけど、至って人間にとって必要なのはしっかり栄養をとる、しっかり体を動かす、そしてしっかり睡眠をとる、これだけで人間って幸せなんですよ。なんでそのベースっていうのはここですごく学んでると思うんで、皆さん何かつまずいた時はまずそこのベースに戻っていただいて、で何か壁にぶち当たった時、今後ね、皆さん多分社会に今後出て活躍する方多いと思うんで、この中からもひょっとしたらね、この中から今日の僕のラップを聞いてラッパーになる人も一人か二人出てくるかもしれませんしね。今はラッパーも夢がある仕事なんでね、昔じゃ食っていかなかったけど、まあ10年後、20年後、そうですね、30年後もね、今の皆様のまっすぐな目が変わらないことを僕は期待してます。今日は本当にありがとうございました。
いや終わったね。なんか逆に感謝っすね。なんかあの少年の目を見てるとマジザクッとしか今日話すこと決めてなくて、こうみんなの目見ながらその場で話そうと思ってたから、目見ててマジでみんなねマジで本気だったっすね。逆に学ばさせてもらったっすね。なんかあの本気で聞きに来てたから俺も本気だし、だから何事もあの本気でやるってことはマジで大事だな、大事だなっていうのを改めてね今日あの話してて俺が 逆に少年から学んだっす。であとはまあ話した内容に関してはうん、まあ何かしらのきっかけになってもらえばいいかなと思ってますね、まあ、一つのね、まあ、将来なんかこうね会った時に俺の言葉を思い出してもらえたらいいかなと思います。はい、ということで今日はね水風学院から、はい、講話の方させていただきました。本当にあの、今日のね講演に講話にね関わった皆様本当にありがとうございました。